ハムの車。ああ、上にハムがハム乗ってる。知ってるあれ。知らない。だいぶ前から。もう引っ張らないやん。どこが新幹線？新横浜、新横浜、東京。駅名言わんでね。連結や。マジ戦闘やったらな、新幹線じゃないからあかん。後ろ。走ってる電車じゃない。ほら。
スーパーとか買い物行った、スーパーじゃないからね。なんだっけ。どっか買い物行った時に上電車のところあるやん。ラブ行く時。ラブとか行く時。ほら、あの普通の四角い電車。普通のって。角張ってるやつ。え、あれ普通じゃないの？普通のやけど。赤いやつやろ。あれやん、近鉄特急めったんこやんか。アーバンライナーとかあっとるけど、じゃあなんで新幹線中でアーバンライナーちゃうんだよな。地元大阪で近鉄やん。持ってくるもん忘れた。何？枕。自分の枕なかったら寝られへんわ。ゴールしやなあかんのちゃうか。これはホテルの枕だ。俺絶対寝るわ。一番最初に寝るわ君は。あれやから、自分の家の枕じゃ寝られへん。自分の家の枕では自分の枕で、自分の家の枕でしか寝られへんタイプの男やから。あれや、車の中に寝てるやん。車の中で普通に寝るやん。それは俺の手使ってるからで。だって寝たいやん。痛いやんか。痛いやんて。
暗かったのに晴れとったら食べくれてる。それただの曇りか。曇りやん。ガムが動いてる。うわー怖っ。札貼っとかな。およそ1キロ先、亀山方面です。まもなく亀山方面です。およそ2キロ先、分岐します。およそ1キロ先、分岐します。どうする？まだ高速乗っていく。まもなく分岐します。その先、東名阪自動車道です。さらに分岐が続きます。まだ分岐する。この先、料金所です。その先、200メートルで本線方面です。5キロ以上道なりです。出るときに言われる。出るって？高速から降りたときに言われる。すぐ降りたら安いし、遠くまで行ったら高い。すぐ行ったら安いし、時間待って見てみたら高いときもあるしって。時間かけて距離。無人とかやろ。あくまで行ったら1万5千円くらいかかってる。そんなだけで。いや、いつ降りた？名古屋着いたら降りる。名古屋着いた瞬間に降りる。うん。名古屋着いてちょっと走ってよ。Thank you.
ってると思うけど、俺は。あの絵じゃ分かりにくい。およそ9キロ先、移動規制中です。
一人市民記副長や。味なくなったのか、膨らましたりとかし、失敗ってことないから、もうちょっと考えられないけど、すぐペンです。すぐペン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 ってするの。アジュースになった、ペンってそれ俺じゃないやんな、ここまで味なくなっても完全のに。そんな構わんねん。あれやもん、昔でもな、風船がもう流行ってな、めっちゃ大きい膨らませるかってやっとって、中学校とか高校たちな、髪の毛とかめっちゃ熱ついてやる、めっちゃ熱くんけど、その時な5個ぐらいいっぺんに噛むねん。5個って1個噛むやろ、あれ全部噛むねん。口の中もなんか噛むだらけだこれってなんだけど、それぐらいだな、大きく膨らまへん。何が楽しいねって感じだけど。でもさ、いくらかんでもさ、膨らまそうとしてね、下手なやつは膨らまへんわ。膨らまへん。そういうさ、いくら多くてもさ、およそ1キロ先、移動規制中です。あれやん、ガムかな。ドガムやったらな、風船ガムみたいに膨らまへんし、飛んでないな今日。いつもこの辺めっちゃ飛ぶ。今でもな、なんか風船ガムでな、動画出してくれると思うね。なんかな、GPS を受信しました。大きく膨らましたりとかさ、やってる人なんか風船ガムの中にお茶入れたりしたした。お茶とかなくなった時に唾液入れてる人とかおった。気持ち悪った。ほらへんやろ、そんなんしたくないわ。構えの
おしっこしたなってきた。なあなあ、ここのな、車の感覚な、うん、あるやねん、同じやと思うねん、大体。なんで怖いな。作らせて。出て。電気来た。